ニコラド・コンドルセ、コンドルセ公爵、マリージャン・アントワーヌ・ニコラド、カリタ、マリーエジーンはアントイネ・ニコラスデ・カリタ、マルキでコンドルセ、1743年9月17日から1794年3月29日は、18世紀フランスの数学者、哲学者、政治家、社会学の創設者の一人と目されている。現在の A ヌ県、リブモン生まれ、 パリ近郊のブールイコールライコールレーヌボツ。ドーフィネのコンドルセ公爵領の領主であることから、日本ではコンドルセと略称されている。バイシンテールや投票の逆利、コンドルセのパラドクスなど、近代民主主義の原理を数学を用いて考察たことで知られる。1758年、パリのコレージュ・ド・ナバールに入学、数学の才能を認められ、 パリのコレージュ・マザランで数学を学んだ。1765年に積分論を刊行し、1769年にフランス王立科学アカデミーの会員に推挙された。啓蒙思想家たちと信仰を深め、百科前書に独占的い占めなどの経済学の論考を掲載した。1770年代には解析を中心とする数学の理論研究の傍ら、 1774年から1776年、ルイ16世統治初期にかけて、財務総監、ジャック・チュルゴーの片腕として、政治改革に関わる。チュルゴーの改革は、挫折に終わったが、政治と科学双方を射程に入れた、コンドルセの思想は、その後進化を遂げ、1780年代に、道徳政治科学の数学かもしくは、社会数学という学問、 プロジェクトに着手することとなる。道徳政治科学とは、当時まだ明確な学問的輪郭を与えられていなかった経済学の源流の一つであり、啓蒙の知識人たちに共有されていた問題関心であるばかりか数学者たちの心をも集めていた。そこでコンドルセは、当時数学者、ピエール・シモンラプラスらによって理論的な整備の進みつつあった確率論を社会現象に適応し、 合理的な意思決定の指針を与えるような社会科学を目指したのである。1785年に出版された多数決の確立に対する解析の応用指論はその一環であった。この著作で彼は、ルソーの直接民主性を否定し、唯一の社会的義務とは、一般の意思に従うことではなく一般の理性に従うことだと論じて、間接選挙制を支持している。 その結論を導くにあたっての理論的準備として、確率に関する哲学的な議論も行い、信念の根拠としての確率という今日で言えば、確率の主観説に近い立場を提示した。また、後に、社会選択理論で、コンドルセのパラドクスもしくは投票の逆利と呼ばれるものを一般化して提示した。しかし、フランス革命の混乱による中断等で、 社会数学の試みは未完成に終わり、二十世紀初頭までその内容と射程が正確に見直されることは少なかったと言えるだろう。その一因には十九世紀を通じて大きな影響を振るった実証主義の祖であるオーギストコントのコンドルセ評価が後世に与えた影響がある。社会学の創始者であるコントは自らの精神的父としてコンドルセを挙げ、 コンドルセの政治思想や歴史観を再解釈して評価した。だが、社会現象の記述に数学を適用することを全く認めなかったのである。数学者からの低い評価も同様に影響した。唯一まとまった形で出版された1785年の多数決の確率に対する解析の大し論が複雑な解析計算を展開する割にはごく。 一般的な結論しか導けていないことが批判の的となり、20世紀初頭、カール・ピアソンにより再評価されるまで忘れ去られることになったのである。今日定着しているコンドルセのイメージは、革命期以降の社会的、政治活動に由来するものが多い。彼は人類愛と資本家戦への批判をも含む人道的反人文主義者として1788年に、 黒人ともの会出向。1789年のフランス革命ではパリコミューン役員となり、1790年には安倍シェイスラと1789年協会を設立バレンヌ事件以降、共和主義者の論客となり、1791年9月立法議会にパリから選出され、公共教育委員会議長となっている。 1792年9月国民公会議員となり議長を経て憲法委員会に入り1793年2月、ジロンド憲法草案を議会に上帝。同年のパリコミューンの事件でジロンド派は没落。6月14日山岳派憲法が可決。恐怖政治に反対したため7月8日、逮捕令状が発せられ、現在のパリロックセルバンドに通りにあるベルネ。 婦人宅の9件の陰遁生活中の時、人間精神進歩の歴史を執筆。外著作は、オーギストコント社会学の基礎となる小論で、人間の精神は、天文学と、先生学、純粋数学、神学といった人間の精神と、社会活動から離れている学的領域から、やがて、文学、経済学、論理学、社会科学といった人間の行動と生活を、 論理的に究明する人文科学へ発展してきてを進化の過程において心理学と社会科学がようやく生まれてきたその精神史と社会科学の重要性を論じオーギストコントの理論の礎を人類の精神の進歩の最も大切な学的領域として即定いるその後令状通りに逮捕され獄中で自殺51歳だった妻は アダム・スミスやトマス・ペインの主要著書を最初に本格的にフランス語翻訳したことで知られるソフィー・ド・グルシー。ナポレオン戦争で活躍したナポレオンの副審、エマニュエルド、ルーシー元帥の2歳上の姉としても知られる。聡明な彼女の存在は女性参政権などコンドルセのフェミニズム思想に少なからぬ影響を与えたと言われている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。